どうもこんにちは、加納和真です。この動画ではブラックミラーというドラマについて感想を述べていきたいと思います。ブラックミラーというドラマはネットフリックスで配信されている、近未来 SF ドラマでオムニバスなんですよ。1話ごとに話とかね、キャストは変わるんで、なんで1話ごとにね、感想をこの YouTube でね言っていこうかなと思っております。ラジオ感覚でお楽しみください。そして今回紹介するエピソードは人生の奇跡のすべてというエピソードです。このエピソードの中の、まず世界観というのが、人間の首元にチップを埋め込むことによって、今見ている映像、目で見ている映像が全部録画できるという、そういう世界観なんですね。今のその目でね、その網膜で見ているものが全部ね、音声付きでね、ちゃんと録画して、それでいつでもどこでも再生できるんですよ。自分の目の中で見ることもできるし、その辺のモニターに映してみんなでその映像を見ることもできるというね、それがもう当たり前になっているという世界観なんですね。そして物語というのが、まずこの主人公のリアムという男は、弁護士で、もう奥さんもいて子供もいて、もういい家も持っててっていう、もう順風満帆な人ですよ。僕とは違ってね、もういい幸せな家庭を持ってる男ですよ。そんな男がね、ある時その友達が主催しているパーティーに行くと、奥さんが男と、よく知らない男と、なんかすげえ親しそうに話をしてるんですよ。なんか怪しいなって思うんですよね。すげえ親しそうに話すじゃんと思って、でそのパーティーが終わった後に、その奥さんの記憶、記録をいろいろ確認してみると、なんかすっげえ親しそうにやっぱ話すじゃんと、なんかめっちゃなんか微笑んだりするじゃんみたいな、俺の時俺にはこんな顔しないよねみたいな。それでね、すごいどんどん疑心暗鬼になってくるんですよ。何なのみたいな感じで、でも奥さんからさ、いやそんなわけないじゃん、考えすぎよと言うんだけど、いやおかしいと、もう記録映像を見るたんびに、いやちょっとおかしいんじゃねえのかな、どんどんこう疑心暗鬼になっていってっていうのが、最初のつかみですね。そしてね、この作品の魅力というのは、やっぱりその記録することが正しいのか、それが本当にいいことなのかっていうのをこう突き詰めてくるんですよね。でね、僕的にね、すごい好きというか、すっごいちっちゃいシーンなんだけど、ちょっと怖えなと思ったシーンがあって、それはある女性がその目の前で暴行事件が行われてて、それを見て警察に連絡するんですよ、電話で。すいません、検察ですかと、今目の前で暴行事件が起こってるんで来てくださいって言うんだけど、でも警察に多分じゃあその映像送ってくださいって言われたんだと思うんでね。でもその女性はそのチップを外しちゃってる人だった。その記録ができないタイプの人間、そういう自然派な人もね、世の中この世界にはいるんだろうね。彼女はそういうタイプだったんですよ。そうなったら警察からその電話をね、切られちゃうんですよ。だから要はそのいたずらだと思われて電話をね、切られてしまうんですよね。これちょっと俺ゾッとしたのが、今の時代ってドライブレコーダーってすごい流行ってるじゃないですか。車にね、つけるカメラ、あれどんどん流行ってきて、ドライブレコーダーをつけることでいろんな事件とかね、今までうやむやになってたことが明るみになって、いい面もね、それすごい出てきてはいると思うんだけど、でもこれからの時代、そのドライブレコーダーがついてることが当たり前っていう世の中になってしまった場合、もうそれがね、最低条件になったら、じゃあもう映像がないんだったらそれはもういたずらだよねとか、そんなの事件として扱えないよねっていう風になる時代が来ると思うと怖くない？ちょっとなんかゾッとするというか、これからなんだ10年とか20年ぐらいでさ、来そうじゃんその部分は。チップを埋め込む、映像見られるなんていう時代は100年とか200年かもしれないけど、ドライブレコーダーが常識化する未来ってのは
もうすぐそこまで来てくるじゃん。だから怖くない？いや、ほんと、ちょっと、ほんとね、ちっちゃいシーンなんだけど、俺すげえゾッとしたの。でね、他にもね、すげえいいシーンがあるんだけど、それは、この夫婦がね、仲直りセックスってのをするんですよ。仲直りセックスってさ、それカップルだろうが、夫婦だろうが、そりゃ燃えるものじゃない。一回もマイナスまで落ちた、ね、気持ちが一気にもう、プラスに行くんだからさ、それはもうすごい燃えるもんでしょ。でも、このね、二人の、その仲直りセックスっていうのがものすごい愛し合ってた、すげえいいセックスの記録、まあ、記憶を自分の網膜で再生しながら、現実ではもう本当に性欲処理をしてる程度の本当に最小限の動きでするセックスシーンっていうのがあるのよもう記録の中ではもうその正常位でもう向かい合って、もう最高だ愛してるなんてね、そんな風に言いながらもう最高にもう気持ちのいいセックスをしてんのよ、記録の中ではね。でも実際に行われてんのは寝バックっていう体勢、わかんないけど、こう寝ながらこうバックの姿勢で本当にこう最小限の動きでもう何も言わずはぁーぐらいの感じでそれで行うっていうのがなんか怖いけど、なんか面白かったね。なんかさ、今の時代ってさ、VR とか、バイノーラル録音だっけ？まあ、ちょっとなんか、名称違うかもしんないけど、まあ、そういうのが出てきたから、まあ、そういうオナニー的な部分が、すごいよりセックスに近くなってたりするじゃない。より臨場感のある、そういう道具がね、出てきてたりするけど、でもこのシーンは逆に、セックスが、オナニーに近づいてる感じ、そのね、なんか逆転した未来っていうのが俺ちょっと面白いなと思って、まあこういうのもありえんだろうなとまあある意味ね、そういうネタには困んないもんね、この記録映像だとさ、そのなんだ風俗とか言ってさ、一回やればさ、そりゃもう主観映像で自分の映像なんだからさ、失敗しない限りはさ、すごい使えるじゃんだからいいんだろうけど、ある意味ね、うん、でもやっぱこういう面でちょっと怖いなという面もあって、いやなかなか面白いシーンよ、このシーンはい、そしてここからはもう完全にネタバレ全開、このエピソードの結末の部分まで全部話すので、それが嫌だなと思う方はここで切ってください。はい、それでは話します。この後ですね、まあ、この主人公のリアムがまあ完全に疑心暗鬼に陥って、その浮気したであろう男の家に行くんですね。酒を飲んでも酔っ払ってベロンベロンの状態でね、行って、お前俺の女と浮気したのかってもう金詰め寄って、それでもう俺の妻ともさ、記録映像全部消せよなっつってそれでその記憶をね、消そうと、消してもらおうとするんだけど、でもそのね、記録を消すときにモニターで映すんだけど、そのね、モニターの中に、まあ、それまでのね、映像が、もうサムネイルでね、画像でね、こう何枚か映るんだけど、そこに、一個ね、後々見たときに、あれちょっと、あれって思うものが映るんでね、そのサムネイル一枚に。これ、この画像って、うちの寝室じゃねっていうことに気づいちゃうんですよ。まあ、要は本当に、浮気してたんですね。で、このことをね、奥さんに告げると。こっからがね、やっぱいいんだよね。うん。まず、奥さんの言い訳っていうのが、もう言い訳、その浮気した人がする言い訳、ナンバーワンの言い訳。寂しかったのって言うんだよね。これがもうね、たまんないよね、ほんと。やっぱね、どの、ね、国でも、どの時代でもね、みんなやっぱ言うんだね、浮気した人ってのは寂しかったのってね。うん。で、ここでね、終わんないんだよね。で、この後に、そのリアムはセックスした時の映像を見せろっていうの。なんでそれを見せろっていうか、まあ、要はその男と浮気した時ってのは、奥さんともその子作りセックスをしてた時期だから、もしかしたら今いるね、子供が俺との子供じゃないんじゃないか、そういうもう本当疑心にね駆られてっから、だからもうそのセックスした時の映像を見せろと、コンドームしてるか確認するか見せろって言うんだね。で、それを言われて奥さんも、わかった、見せるから、ちょっと待ってて、つって、それで記録を
勝手に消そうとするっていう。いいね。やっぱりね、こう人間っていうのはね、やっぱ本心が出るんだね。こういう、こうせこい行動に出るっていうところがね、やっぱね、いいんだね。いや、これね、本当にリアルだったら嫌だよ、それ。自分の奥さんとか彼女がね、こういうことになったら、そりゃ失望はするよ。うん。自分がね、なる場合もあるかもしれないしさ。リアルだったらもう本当に最悪なんだけど、でもフィクションの中で見る、こういう、人間の愚かな行為、行動って、なんでこんなワクワクするんだろうね。やっぱね、楽しいんだよね。すっごい面白いんだよね。で、まあその後、結局最後は、まあ奥さんは出てってしまって、それでもガラーンとしたね、家で一人ね、寂しく過ごして、で、その奥さんと楽しかった時の記録を思い出しながら、記録されているチップをカミソリで切って、取り出して終わるという、そういう終わりなんですね。だからね、やっぱりその記録することが正しいのか、正しい記録が本当に正しいのかっていう、わかんないね。なんかね、俺が見てる限りだと、この奥さんはね、やっぱりその本当に一回限りだった気もするんだよね。本当に一回だけの過ちだったんじゃないかとも思うのよ。だから一回だけの過ちでここまでね、全て失ってしまうというのも、いや、ちょっとそれはなんかこう悲しすぎるというか、かわいそうだなとも思うのよ。わかんないけどね、もしかしたら今でも関係続いてるかもしれないけど。ね、あのパーティーですごいニヤニヤしてたからね、うん、わかんないけど、まあでもやっぱ全てがわからないね、結局。どこが正しかったのか、まあ本当将来的に死ぬ間際にあの選択行動が正しかったのかっていうのが大体わかるのが人生だから、その辺はねもうしょうがないんだけど、やっぱ現段階ではあの行動は正しかったのかわかんないね。はい、じゃあ今回の感想はねこんな感じですよ。これからね、あのブラックミラーの感想をね、前話はやるかわかんないけど、もしかして言わない回もあるかもしんないけど、とりあえずちょっと1話ずつやっていけたらいいなと思います。できたら早めにね、もうシーズン5まで行きたいよ。うん。それでは今回の動画はこれで以上です。お疲れ。